こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一方です。サッカークラブ育成シミュレーションフルトビットは始めていきましょう。では今回は練習試合、お届けしたいと思います。次の試合まで3週あるのか。最終戦がエルダー同士、もう2位は決まりですね。なんで2位が決まってるんで、練習試合3試合一気に今回はやっていこうと思います。ダイハード富士見、この辺は適当です。お、早くも先取点。これを押した。お、ステップリーグのチームですね。いいですね、ユーナ。2点目決まりました。3点目です。さあ37分です。もうちょっとですね。試合終了。
7分で寝たみたいですが、支配率は圧倒的です。これいいですね。さあ、次の試合いきましょう。富山ミラージュってあんまりやってないな。いい音だ。やエリカを出そう。エリカとクリー、エリカとサトルじゃなくエリカとクリー。ちょっと弱くなっておりますが、どうなるか。富山ミラージュは N2 となっております。お、イエローカードだ。富山ミラージュ児玉選手イエローカード。先制点です。ペナルティーキック。
術が負けてる。これは良くないですね。さあ最後3戦目です。 N1 やってみますか。福田の東京戦、お、オフサイドか。開いてしまいました。選手レベルではまだ今のキピタル東京に勝つのは難しいってことじゃないかなと思いますね。ここチャンスではあったんですが、バーに嫌われた。結構シュートは打ってたんですね。あまりこんなに前まで出てるんだ。これですね。うまく裏をかかれた。目の前にいたんですけどね、うまくしといた方が良かったかな。ボール支配率はこちらが上回っておりました。シュート本数がね、
欧州ですが、強いのは強いけど、なんかだごっそり人が抜けちゃった感じはしますね。このリーグはマスオスと一強なのかな、負けないように頑張らねば頑張れということで、エルドラド欧州公式戦の最終戦を次回行いたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄にカルチョビットアーのプレイリスト、ブログ、ツイッターのアドレス、ございます。よろしければこちらもアクセスいただければ嬉しく思います。ということで、カルチョビットアーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。